こんばんは。ですね、本日の、週刊フレーバー、111回目ということで、すごいですね、111回やってるんですね、もう。もう111回、1が3つ並ぶ時のゲストとしてやっぱりスペシャルなゲストを用意したきゃいかんだろうと。一個言いますよ。さっきたまたま捕まえたくせに。まあ、今日、林さんいないし。ということで、本日はですね、仙台の方から、仙台屋さんに来ていただきまして、はい、何のために来たかというとですね、なんと、スモールテイさん、ここでよく出てる、方なんですけど、焙煎機を僕がちょっと、作りましたね。作りましたね。はい。はい、あの、スモールテイさんの豆をわざわざ届けに来ました。すごいですね。福島から。福島からわざわざ、もう宅急便でも届かないよみたいな感じで、届けてくださいました。で、実際にどんな豆かというと、じゃあ、アップでいきましょう。こうなってますね。はい、カメラを。コロンビアです。コロンビアの、スプレモです。はっきり言ってですね、シワが結構ないでしょ。うん、こんだけコロンビアが綺麗にシワをなく、こう、焙煎できるというのは、失礼、どちら様で、仙台さんです。仙台うちカフェという名前で、はい。コメントさせて入れさせてもらってます。はいはい、水曜日に行くとそうなります。その通りです。ですよね。ですよね。はい、呼び間違えました。はい、いやいやいや。それではですね、全体に浅いんですけど、本当によく膨らんでシワがなくて、うん、そうですね。うん、で、色がやっぱ均一そこそこ揃ってるんですよ。はい、シワがないのと、僕は結構エッジが柔らかいので、うん、上手だなと思いましたね。うんではですね、最初のメカを使わずにですね、これを一回コーヒーを立ててみましょう。もうなんか、なんつうんですかね、ある意味、公開処刑みたいなもんですよね、これって。本人の許可は全く取ってないんじゃないですかね。はい、もう何も取ってないですけど。何も取ってないですよね。うん、で、まず豆を引くときにですね、この音が柔らかいかどうかをまず、確認します。いいっすよ、いいっすよ、やりますんで。この豆のゲストなんだから、そんなそ、ね、細かいことやらなくていいから。豆を引く音ですね。香り強いでしょ。うん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 、香り強いですよね。うん、中川さんのコーヒー豆と同じ匂いがします。いやいや。それ以上かも。同じ系。じゃあちょっと。あ、仙台さん、こっち側へどうぞ。あ、そうなんですね。ゲストなんで。うろうろ。だ今回は何でこっちに来たんですか。いや、仕事です。仕事で無理やり。無理やり。またまた無理やり。また無理やりの仕事。本当に多分1年半ぐらい、多分、あれ焙煎機作った時最後ですけど、1年ぶりぐらいですよね。そうですね。うん、何回か郵送で中川さんのコーヒー豆送ってもらってたんですけど、あれ、松屋敷ってどうやって入れんだっけって、本当に。はい、じゃあ、松屋敷を。じゃあせっかくなんでここにちょっと待ってね、置きましょう。ピクチャイン。はい、ピクチャイン、ピクチャインいきます。ちょっと低いか。95までいってます。95まで、はい。急にこのやることが変わると準備が変わるって感じ。OK ですか。OK です。はい。ありがとうございます。わざわざそこまで気を使っていただいて。
ですね、一応これが、スモールテイさんの OK ですね。ですか。何の音？お湯が沸いた音です。そうですね、うちよりも入りが浅いですね。あ、そうですね、うん、キムさん、パンさんの豆も紹介する日が本当に来たいですな。で、豆の硬さとしてはやっぱり、浅い分だけは硬いかな、硬い音がしたかなとは思いましたけど、音は均一な感じがしました。さあ問題はここからですね。お湯をさして、まず、今日は師匠の見せ場ですかね。いや違います、今日は違うことやりますけど、本当はお湯をさしてですね、こう盛り上がってきます。盛り上がってきた時に、途中中で沈むようなコーヒーであった場合は、これはあんまり良くないです。細胞が全て開く感じにはなってないので、そこが見どころですね。いつ焙煎したとか関係あります？一応本人に聞いときますか。関係、あ、じゃあ言い訳があったら今すぐ書いてください。焙煎したてじゃなかったような気がします。ね、実を言うと膨らむスピードが違うんで、焙煎したては早いですよね。すぐ膨らみますよね。で、焙煎したてでない場合は膨らむのがやっぱりガスの量が少ないので遅いじゃないですか。その部分がありますけど、沈むかどうかなんで。沈んじゃいかんですか。うん、ガスが途中中まで出て後で沈んでいくといかんのでね。じゃあ真ん中入れますよ。あ、思い出しました。これ真空かけてましたね。あ、そうです、そうです。これ真空かけると最初の膨らみがないんですよ。それやっぱり良かれと思ってやっちゃいけなかったですね。実を言うと、その実験を今日やろうと思ったんですけどね。あ、でもいいんじゃないですか、つながって。うん。はい、じゃあ3分間蒸らします。これ沈まなかったでしょ。うんうんうん。で、こうって。はい。全体に変えましょう。ですね、今回、仙台さんがですね、親切にこれ真空引きしてきたんですね。で、真空引きしてした豆の特徴なんですよ。最初にお湯をさした時に上がるのが遅いのが。なんでかっていうと、この真空引きするとこの当然ガス、この一番外れやすいガスが外れてなくなってるんですね。だからその分だけお湯をさした時にこうずっとスッと上がる感じにならずに、この後でじわっと上がってくる感じになっちゃうんですね。だからそこら辺がまあこの真空引きの特徴になりますかね。で、通常多分これ来る前に慌てて真空引きって感じですか。そうですね、出る日の朝ですよね。今日の朝でたのかな、はい。実を言うとこういう今泡で膨らんできたような豆っていうのは、真空引きして、何日か経つとこれが真空が消えちゃうんで、つまりこの豆から炭酸ガスが出始めちゃうんで、結局はこれが普通の袋みたいになっちゃうんで、その状態、になっちゃった場合はもう真空したかどうかも分かんなくなるんで、はい。2週間前ですね。2週間前、6月7日焙煎。6月7日、へえ、12日。あ、ほうじゃ優秀だね。6月何回しか僕香り残ってましたね。はい、残ってましたね。あ、香りに関してはすごいですよ。これスモールテイさんのところのこうコーヒー豆こう試しみんな取り寄せてたんで、評価してもいいかもしれないですね。うん、そういう仙台さんは
豆をこう。そうなんですけど、あのいろいろお店準備したりとかしてるんですけど、うんうん、なかなかちょっとこう思いのほかあの資金面時間面でちょっとこう飛ばせる感がありまして、まあ、体一つしかないなっていうのが正直なことです。ああ、よくわかりましたねみたいな、うん、体はね一つなんですよ人間。うん。で結構あのこれならいい豆だなと思いますね。試飲が楽しみですね。はい、だからあれですよね、スモールテイさん高い値段で売らないかんすよこういうコーヒーはね。仙台さん、もしかして車できたとか。もうピンポンですね。はい、当然のように東北自動車道と首都高と東名乗り継いできました。8時間弱ぐらい。あ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。大丈夫です。うん、初めて来た時確かそうですね、ピクチャーインピクチャーいきましょう、うん、3分経ったんで、次に、コーヒー立てます、うん、外側ですね。あ、やっぱ匂いいいな。このガスが真空で抜いてあるから楽ですよね、うん。逆にもっと細かくしてもよかったですかね。いや、流動抜けてること成分出るからいいんです。あ、そうなんですか。あ、それありますね、その、うん、湯通しが楽だとか、うん、成分が出やすい。水出しにするとき特に思いますね、なんか、はい、浸水で出すときに真空かけると結構、うん、そう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 、いいでしょ、で出やすくなるんですね、うんうん、うまそう。仙台さん今焙煎機何台持ってんの。数えきれないとか言っていいですか。ですよね。いや、あの手回しとかあのちっちゃなやつとか入れると、はい、多分8台9台持ってるんじゃないかな。使ってんの1台メ メインは101とあれですよね。あ、カメラですね。はい、今なんかピピって言ったけど、ね、あれは何、うん、わからない。ケーキケーキはピーピーはないならないですよね。ならない。うん、カップ出してますか。そうですね。何の音？ちょっと電話です。電話。あ、これね、接触が悪いだけ。あ、そっか。はい、3つでいいですよね。3ついいす。何かと比べてるわけじゃないですからね。はい、比べるわけではございません。これがですね、スモールテイさんの、うん、あ、やっぱり、感じとしてあれですね、この辺のグラスで入れると分かると思いますが、ちょっとアップのカメラ、はい、いいですか。ワインみたいな赤っぽいでしょ。横のがいいか。どっちも分かりにくい。いや、はい、全体にしてください。ですね、あ、こっち行かなきゃ、ゲストなんだもん。グエストですね。ゲストですよ、ゲスト。はい、じゃあ、はい、コーヒーです。そうなんです、スモールテイさんが今その豆の焙煎、はい、今 500g 機じゃないですか、はい、だいぶなんかバッチ数多くなって大変なんで、うん、豚釜をお譲りするみたいな話なんです、はい、じゃあ、いただきましょう。111回おめでとうございます。もうゲストですから、そのためので、あの浅さで、うん、こうまろっとしてるというか、尖ってないというか。そうですね、これ手柄だなって思います、うん、本当に。もう基本嫌な味はないですね。師匠越えとはまだね、言っちゃいかんですからね。もうどう答えたらいいのかわかんない。これは認めないしね、絶対。うん、ただ
まず第一に減点対象がないですよね。うん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 、長屋さん的にどう思います？まず雑味とかクリア、うん、ですよね。喉越しはもう最高にいいですね、うんうんはい、スペシャリティのコーヒー飲んでるんです。ああ、そのと尖った部分がなくて欠点がないっていう点ですね。本当にクリアで飲みやすい、うんうん、そうですね。朝入りが嫌いな人って多いじゃないですか、はい、朝入りが嫌いな人にこのコーヒー出すと、うん、ああ私これ好きって言うと思うんですよ、うん、そうだよね、うんうん、匂いもあるし、うん、爽やかな酸味になっている感じがします、はい、うん、あスモールテイさん聞きましたか？みんな褒めてますよ、はい、うん、本当あれですよね、どちらかというとまず第一に文句つけにくいですよね、うん、こういう味は、うん、問題は強いて言うと量が焙煎できない。そうですよね、500グラムだから。500グラムだもんね。全国から注文がどっと来た時に寝ないで回らないけど、逆にさ全国から注文こさせたいよね。こうすると。いや本当でも美味しい、うん、おすすめします。本当いいですよね、うん、味が弱いと思います。それはね僕も少しは感じましたが、それに関してはこの浅さなら、うんうんうん、これで味が濃いっちゅうのはそうはできないと思うんですよ、うん、だからこれはこれでいいと思いますよ、うん、もともとスプレモですよね、うん、スプレモならねどちらかというと、うん、まあどっちかというとこう豆の大粒なタイプのコーヒーなんで、まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうかと僕は思います、うんうん、はい、とりあえず、一応ですね、スモールテイさんのコーヒーを、評価するという番組はこれで終わりました。前半終了です。前半終了ということで、アメリカンコーヒーっぽく、ね、本当ね、アメリカンとしては贅沢だと思う。そう、薄、うん、そういう薄さじゃない、うん、そういう薄さじゃないですよ。アメリカンの場合だったら、どちらかっていうとブラジルみたいにもっと本当に淡白な味でないと、うん、アメリカンとは言えないと思います。どちらかというと、味自体がないわけじゃなくて、こう綺麗な味がしっかりは持ってるんで、うん、アメリカンという感じではないという気はしましたね。うん、これで番組が終わりになってしまうのもなんか今日何をやったのか分かんなくなるので、本日何をやろうかと思ったかというと、前回、使ったですねちょっとこの装置ですね、はい、ピクチャーインピクチャーをちょっと、ね、いよいよ出番、メカ、はい、メカの出番なんですけど、これ実は初めて見るんですけど、あ、そうなの、これはですね、はい、今から戻します。カメラ明るくなりましたよね。いや、まあカメラ慣れしたっちゅうのもあるんでしょうけど、だいたい位置的にはこんなもんかな、うん、じゃあ全体に、うん、アクリルの筒を、うん、実は言うと今スモールテイさんの、コーヒーでやった脳のネタみたいなもんなんですよ、うんうん、その今日今からやろうかモコモコモコが どうなのっていう。で真空装置といっても、うん、多分仙台屋さんの、真空装置とは違って、でも原理一緒じゃないですか多分。まあ原始的な、真空装置です。瓶に、この蓋がつきましてですね、これをこう閉めて、これをこう、こうやれると真空になるという非常に安直な装置です。でこれで何をやるかというと、何をやるかというと、普通に今から豆をひきます。で豆をひいて、豚釜って何ですか、豚釜というのはですね、富士コーヒー機械という、会社が出してた、焙煎機の名前、焙煎機の、相性ですかね、あれは。
豚そっくりなんですね。そうなんですよ。結構豚みたいな、見て見るともう豚。うん、かわいらしいんですよ。あの焙煎機はね、結構人気ありますね。で、今から、話がまたずれちゃいましたけど、あの真空、真空、つまり粉引く、今からこう粉を引きます。まあこれだと 30g でしたっけね、何 g だったか忘れちゃったけど、30g ぐらいだったっけ。30g ですから 60g 一応コーヒーの粉を引いて、一つの 30g をここへ入れて真空かけます。つまり、ガスを抜きます。でもう一つは、そのまんまで、あの実際にお湯をさして、泡で膨らむ量がどのぐらい違うかっていうのを一応示そうと。なんか交渉っぽいでしょ。もう何を使う、じゃあこれでいいです。本当に数分前まで何も決まっていなかったと思えないようないや、すべて計画通りですね。まあね、みたいな、もう予定された通りですね。5番ぐらいでいきますかね、はい、おお。あ、はいはいはい、ゲストがいないのはまずいっすよ。計量スプーンもください。はい、じゃあ、はい、それでは、これでいきましょう。30g を計量します。あれ、なんか狂った、なんか多く見えますね。ゼロで終わってる。もうちょっと余分に引かにはいかなかった。40しか多分引いてないですよ。え、うん、60引くはずだので、40しか、なんで40なんだろうと思って。あ、すみません、全て計算通りとか言いながらの40引いてましたね。あ、そう、あれ話してたからいかんかったですね。その数数えてるときに話しかけるのと失礼しました。はい、これが 30g のコーヒーの粉ですね。これでこうやりましてですね、やります、やっておきます。いやいや、で僕がやりますんで。疲れた。一応これがですね、あのコーヒー豆をですね、あの真空にしたものです。こうやって真空にするわけですよ。で本来はですね、これ真空にしてすぐに使うっていうことはないですが、今回実験なんで、こういう状態で、まず残しておいて、もう一つ、こちらが今引いたとこです。同じグラム数、これを入れます。で、ここにこうちょっと平らにしておきまして。平らにするんですね。で、今からお湯をかけて膨らむのを見せるわけですよね。煙突の長さの話になってますね。は、話が違う方に行った。あ、バルブって普通に売ってるんでしょうか。はい、え、何が、このへそですね、あのキャップのこの、これですか、これですね、ホームセンターで買いました。あとですね、結構、真空容器と、だいたい、インターネットで調べるとだいたいいくつかのメーカーが出てきます。はい、よければ、じゃあ、ピクチャーインピクチャーいきますか。
今からどういうことをやるかというと、まあ簡単に言うとこのコーヒー豆にですね、アフターバーナーさすがに買えませんから、ああそうですね、アフターバーナー大変ですよね。結構住宅街なんですよね。え、そのスモールテイさん。あ、本当。だから大きな釜にすると、まあクレームは来ないにしても、いろんな問題が出るんだろうなという懸念でしょうね。煙をいかに多くの空気と混ぜて、攪拌してで出すか。出すか。はい、ごまかすか。ごまかすか。みたいなね。うん、まあアフターバーナー大変ですけどね、本当に電気代も来るんじゃないですか、あれ。いや電気代、燃料代、燃料代、ガスを燃やすんで、ね、うん、結局煙とガスを一緒に燃やすようなもんなんで、うん、はい、まあいいや、そんなことは。行きます。私も行きたい。はい、いつでも来てください。はい、キムさんにいつでも来てください。キムさんなんかね、東京なんで。東京なんですか。もうシュッとね。すぐですよね。ね。目つぶったら来ますね。仙台と比べるやろ。今回早かったですよ、でも。やっぱ夜くんの昼くんの、前回はいつも夜出発してたんですよ。はいはいはい。2時とか。はい。そう、朝フラフラになって、あーって感じですけど。今回楽でしたね。なるほど。それでは、行ってみたいと思います。あ、この曇るというのが、想定外な感はありますけど。いや大丈夫です。大丈夫、あの必要なのはそっちじゃなくて、はいはい、こちら側なんで、本来はどうもこるか。そうなんですね。ぐる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 ときて、ここでせっかくなんで、もこもこした場所に印を打ちましょう。ああ、なるほどなるほど。ちょっとごめんなさいよ、なんせ急遽そう思うわけで。シールじゃなく、あ、シールいきます。あるんですね。はい、あります。ですね、こんな感じでモコモコしました。で、何、してるんだっけ、今どこの話。何してるか、何にかかってるのか。多分中が見えず、このどうぞどうぞすれば、はい、今から、お湯かけてもこりました。はい、蒸らしてるんですね、これ。はい、蒸らしてます。飲むんですか、これ。はい。そうですね、一応、モコモコを。じゃあ、本当ですか。じゃあ、だいたい目測で25モコぐらいですか。30グラムでここまで、モコモコしましたね。半分ですね。はい、じゃあ、50モコということで。適当に。適当ですね。適当すぎる。いいっすね。カップケーキみたい。そうですね。はい、美味しそうですね。で、これ前回は何をやったかというと、松屋式、こういうふうに、金枠で蒸らしたものと、それから、ハリオだとか、コーノで蒸らしたもので、どれだけ、ガスがの抜け方が違うかっていうのを、この、実験装置を使って、実験したわけですね。で、今回はそれに対してこの装置ですね。この、画期的、この労力のいる装置を使ってやるわけです。要は酸素も脱気してるけども、肝心な二酸化炭素も豆の中に入ってるものを外に出しちゃってますよ。そう出しちゃってますよ。だから湯は入りやすくなってるとは思うんですけど、膨らむか膨らまんかということですね。そうです。だから今回は膨らみ方だけを、対象に、この実験はやります。飲みたいですよね、でもね。飲み比べなきゃ。そうですよね。飲まなきゃダメじゃないですか。まあそうですよ。その重要な気がします。断言しません、あえて。師匠なんで。じゃあ、これをやった後、実際に、50グラムで普通に引いてこうコーヒー立ったものと、これで真空引きで強引に、やったもので味が変わるかどうかをちょっと調べましょうか。とりあえずそういう実験もついでにやりましょう。なんか世の中がこう真空引き悪みたいな、はい、特に自家焙煎さんの場合、鮮度が命、真空パックはダメよ、ダメな印よみたいな感じになっちゃってるんですけど、はいはい、うん、味覚的な優劣ってどうなのかっていうのは結構興味があって。そうですね、
一番にはこう視覚的な優劣ですよね、うん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 、多分真空引き例えば例えばあれ どこ行っちゃったんですか。勝手になくなっちゃいかんですね。ああ当然こうガスが抜けて。そうなんですよね、はい、例えばこれ水出しアイスコーヒーを作って真空引きとノーマルでやったんですけど、はい、わざわざ見た目うまそうなのやっぱりそのままの方がうまそうじゃないですか。はいはいはい。ところが味覚的には僕はこっちの方が好きだったりするんですよね。消費者的にどうなのかしら。これもしかして印刷したの。そうですそうです。すごい。水出しアイスコーヒー、あれ製造のあれが書いてないですね。6月16ぐらい。いやいや、そういう意味じゃなくて。それ手書かなきゃいけない。お店の。決まってないんですよ。とりあえずサンプル的に作ってるんですけど。まあ、それは置いといて。そうですね。だけど、真空引きってさ。味覚の優劣、どっちがいいんかなっていう。これ、お湯、水の中入れた時のさ、この、うん、溶け出し方が違うでしょ、これ。それはやりました。2つ並べて一斉のせいでやって、うん、すぐ濃くなるのはやっぱり真空引きしたやつの方が出ますね、うんうん、ただまあ6時間4時間経った後は多分優劣つけがたいような感じですけど、出方がちょっと違うでしょ雰囲気が、ね、うん、実はと僕も鮮度保持剤使ってやったやつが同じようなのがあったんですよ、うん、これどうするんでしたっけ、出す、あ、これはまあとりあえず出します。出します。本当言うと こっちの方が実験なんですけど、これはまあどうでもいいっちゃったでもいいんですけど、これで蒸れてるかどうかっていうと、ちょっともうちょっと下へ下がろうかな。今日なんか タイムラインが拾えてない感じがありませんか。カップケーキ笑顔がどこら辺の笑顔がどこら辺が出たっけみたいなあれなんでピンが拾えん。ちょっと待ってよ。そういうことをしているのか。思ったよりピンが拾えんね。ピントですか、うん、この辺か、うん、この時にこう浮くかどうかなんですよ。あ、そこも見えるんですね。なるほど。こうなってたか。結構浮かないね今日。3分見ましたか。3分以上ですね。普通この前の時は結構思ったよりも浮いたんだよね。粒度一緒ですか、この間と。いや、粒度細かくした。あ、細かくしましたね。これ結構ガス抜けてんじゃん。うん、やっぱ5番だからですかね。ちょっと待って。消えやすいチップ。ちょっと待って。3分以上。これ。何してたのかな、どうかな。9番でやってみますか。ちょっと9番やってみる。うん、こんなん綺麗にね、抜ける予定じゃなかった。計算が。計算が。計算にならん可能性が出てきましたね。うん、ちょっと。ハプニングが生じました。いや、こんだけ綺麗に抜けてくれるか。あんまり浮いてない感じがします。浮いてないです。浮いてないです。前回やった時に非常に浮いてですね、演出上、こう、浮くぞっていう雰囲気、これでは蒸れませんよっていうのをやったんですけど、今回はあっけなく沈んだんでちょっとびっくり。結構これねガスが抜けてこれ浮いてないんですよ。ちょっとアップ出せますか。
いや結構時間を置いてもね、だいたい浮くんですよ。だけどこれ今ここのとこ浮いてるのがほんのごくわずかなんですね、うん、だからこの状態からするとガスが完全抜け切ってるんですよ。だからこれが綺麗に抜け切ってるっちゅうとこがちょっと、興味がありますね。うん、全体にしましょう。ちょっとの間、はい、これがあの、うんうん、この実験装置これ1個しかないので。あ、そうなんですね。はい、残念ながらこれが抜けないと、うん、要は浮くということは空気なり二酸化炭素が入ってると浮くんですね。浮力で浮きますよと。そうそうそう。だけど今浮いてないですもんね、うんうん、かなり早い段階から全部沈んでましたもんね。沈んでたんで、うん、うん、抜けちゃダメなの。いや抜けていいんですただ、実を言うと前回やった時にですね、こんだけ綺麗に沈んでくれなかったんですね、あのこの実験装置でやった時に、うん、だからこのなぜ今回は綺麗に抜けたのかっていうのは、そうなんです、先週はすぐに浮いてきたのに。そうなんですね。だこれ3分経ってもこれだと蒸れないはず予定なんですよ。この装置、この装置の予定では、蒸れ、松屋敷ほど綺麗に蒸れないという、ことで、浮く予定なんですね。うん、それが、沈んだんでこれでいいじゃんみたいな感じになってしまったので。うんうん、ちょっと実験を その前にこの真空のやつちょっとやってみますね。先にそうですね、先にありきのやつを、うん、ですね、そうなんですよ、先々週ですね、先々週やった時は本当にすぐに浮いたんですね。で今回ですね、これペーパー、結構この装置はすごいでしょ。うーん、画期的な結構、まあ結構しっかり出てるね、コーヒーは。もったいね。じゃあちょっと、30ですね。あ、これこれ、こっちを使います。そのまま測ったんでしたっけ。測りました。測ってるので大丈夫です。そうですね、粒度が、前回よりも細かく引いたんですね今回。だからそこが原因かどうかをこの後調べます。その前にですね、真空、今回の一応メインはこっちの真空なんで、真空したことによって、ガスが抜けてしまってお湯を差した時に、膨らまないのではないかということを一応試そうという感じですね。でこの、装置はですね、実を言うと装置というかこの弁はですね、何にでもつくという、あのそれが売りの、真空の道具なんですね。これどういうふうになってるかというとですね、ここのとこをつまんでこう持ち上げると、おあ、今見せればよかったね。もう一回カメラ映ってないのは残念ですね。あ、ちょっともう今絵的にかなり、あ、ちょっともう一回やる、ね、もう一回やる。95で止めて。はい、アップでいきます。ですね、このカメラ使いましょうか。このカメラでいいですか、じゃあ。こっちのカメラでいきますかね。このカメラで、ここでいきますか。これ、真空にするっていうのはですね、ここの、弁になってまして、これでこうやるんですけど、この弁をですねこうシュッとやるとこれで、真空が外れます。じゃあいきますよ。これで空気が入ります。
そうするとですね、これ取れちゃうんですよ。そういう作りになってるんですね。単なるここ針になってて、針がこう穴をこうプツッと開けてるだけなんですね。でこれで止めてあるだけという、ただそれだけの装置ですね。ホームセンターで売ってますか？ホームセンターで売ってます。見たことないですね。はい、多分探すとこ違うんでしょうね。ホームセンター得意なんで。でここにコーヒーを入れます。はい、先ほどと同じ量ですね。でさっきと同じようにちょっと鳴らしておきましょう。これで前回これでやった時に転ばしてしまってひどい目にあったんですけどね。はい、もう一回いきますよ。じゃあはい、ピクチャーインピクチャーで、この、緑の、点がさっきの点ですね。だからこれがここよりも上に上がるか、予定としては下へ下がってほしい都合ですが、もうストップウォッチ押していいんでしたっけ？はい。あ、まだ。まだですか？終わってからですか？そうですね。そうですね。はい。この入れ方、やばいですね。はあ。さあ、どこまで上がる？意外と上がってきますね。そうね。結構上がるじゃん。うん。同じとこまで上がるわけ？ほぼちょっと待って、うん、同じとこまで上がるわけ？あんた。ん？何なんでしょうね、これは。何を意味するんでしょうね。真空じゃガスが抜けないってこと？なことはないでしょ。結局真空のまま出てたままじゃなくて、また戻ってくるわけじゃないですか、プシューって。あー、はい、その時に二酸化炭素入るんですかね。どうなんですか先生。それはないでしょう。それはないでしょ。酸素と二酸化炭素ちゃんと分けて、二酸化炭素だけキューみたいな。ありえないか。いや、だけど思ったよりも同じぐらいいきません？同じぐらいだよね、これ。一瞬の真空はあんまり変わらん。うーん、あ、そっか。でも抜けたところに戻るっていう説の方が、僕は同じように見えますが、同じぐらい。もっと径の細い筒じゃないと差が出ないんじゃないの？うん、そうかもしれん。するよりもつきますね。はい。あ、そういうことですか。かもしれない。まあこれはですね。ただよく見るとやっぱさっきより本当に3ミリぐらい少ないです。いや、フォローしたくて。いや、もう下がってきてる。微妙な差は差にはしないので僕は。あ、そうなんですか。はい。うん、思うレベルはダメですね。はい、時間の差だと思いますが、実際にですね、僕としてはこう差が大きく出るかなと思ったけど、基本あんまり差が出ないというのは思いました。だけど現実に真空をですね、こう早い時期に やっておいた場合は多分差が出るであろうという気はします。例えば僕らアイスコーヒーとかなんかを入れる時なんかは、どちらかというと、前の日にコーヒーを引いて、置いておくとかいうことは昔はよくやりましたね。昔、400グラムいっぺんにこうコーヒー立てるわけですよ。40杯出しっていうのをやってた時なんかは、コーヒー豆を先に引いておくっていうことをよくやってました。あ、結構沈んできましたね。なんかラインがはっきりしてるんで、同じだと思う僕は。そんなとこでこう、ね、カメラをこう斜めにしてごまかすとか、これをこう知らないうちに上げとくとか。モザイク、いやダメです、そういうズルしちゃダメ、ね、編集ではダメですね、
で、次の段階は、先ほどと同じ、今度は浮くかどうかです。はい。僕はそっちに興味がありますね。浮かないというふうな方向に持っていけばいいわけですよね。違うか。全然浮いてないですね。ふくふくふくっていう。この泡が抜けた後に浮くかどうかなんですよ。あ、今の段階で言うと、まあ、結構浮いてますね。いや、この程度、この程度よしですか。先週見てないんであれですけど、もっと浮いた感じなんですけど、浮いてるよね。浮いてる。さっきより浮いてるように見えます、私ね。はい、さっきより浮いてるように。浮いちゃうよね。逆に。なんでって言われると分かんないんですけど。これ浮いてるよね。これ浮いてるっちゅうもんですよね、多分。うん、さっきより。これ十分浮いてるよね。浮いてますね。なんでさっき浮かんかったの？あの、蒸らしの時間と放置してた時間の違い、結構真空に入れて、すぐ入れて、抜いて、で、こっち結構放置してた感があるじゃないですか。だから真空で抜ける炭酸の、あの、二酸化炭素の量と、放置して抜けた二酸化炭素の量は、実はそんなに変わらんのじゃないかという。もしかして。豆の中に入ってるっていうことを定義すれば。今お湯入れたくないですか。はいはい、それですね。4分超えてるので、絶対超えてたんですね。その方が大きいんじゃないかなと思うんですけど。そう。ちょっとあの、ごめん、ま、5分ちょっと一回開けさせて。開けて。同じグラム数ちょっと5番で引いて。5番。うん、これ逆か。ちょっともう一回。そうですか。じゃあ、蒸らしが5分だったらうまくいくことになる、うん、わけ？あと少しここで放置してた時間の時のその、やっぱあれですね。いや、タイムロス。そっちは。あんまないですか。5番で。ですね、再現性があるかな。あの、今からちょっと。これめちゃめちゃ浮いてますよね。はい。結構浮いてますよね。浮いてますよ。うん、これ今浮いてますもんね。これ最後まで浮いてますもんね、これ。これ9番が入ってる、うん。じゃあもう一個、はい。ですね。今回はですね、なんでさっきが浮かなかったのかというのを調べるためにですね、ちょっと蒸らしを5分置いてみます。5分。あまりにも予定の結果ではないので、もともとはですね、一応僕の中の腹積もりで、考える。もう全体で。はい、全体で。一応基本的な腹積もりとしてはですね、はい、どう行きたかったかっていうと、普通に引いたものと、真空引きしたものでは、泡の出方も少なくて、それで、お湯を差すと、うん、このガスがこう抜けてるんで、浮かないと。粉の踊りもないと。そう、つまり、うん、この、真空の、容器を使ってガスを抜くだけで、蒸らしがスムーズにいくと。いう段取りを描いておったわけですよ。結果逆だもん。ね。想定に反しましたね。ちょっと想定に反するわけで。となると、最初の、1回目のやつが、なんでうまくいった、つまりガスがこう、抜けて、沈んだじゃないですか。その沈んだ理由を見つけないかんですよね。うん、それがただ単に、5分蒸らしたからじゃないのと。ちょっと長く、蒸らしてたからそれが原因じゃないのっていうことを、調べます。そうすると、話の展開としては、
丸く収まるという。なるほどですね。はい。この世の中って想定外があるから困るよね。そうですね。本当に。この考えてみれば実験も何も やらずにぶっつけ本番っていうのがまずいっていう話もありますが、あ、すいませんね、わざわざゲストの方にやっていただいて。1枚ですね。はい、1枚で、はい、はい、じゃあこれで、はい、OK です。これこうなってるんですか。どうなんですかね。こう、いや、それ何に使うんだろう。あのすごい使い込んだ跡があるんですよ。ものすごいこう何かをしたんです。これあの袋ですね。ああ、あ、そっか、これでテカってるんですね。あ、テカってるのはニスだと。本当ですか。はい、なるほど。確かに袋は確かに手突っ込むと不衛生だし、あの大変だし、というよりもあの例えば小さい袋の場合はこっちなんですけどね。うん、これでこう袋を開けるんですけど、はい、そんなことはどうでもよかったですね。さあ問題はここで、さっきと同じ位置まで上がるだよね。上がるんでしょうかね。てかこれは超えてほしいですよね。経点は。経点は超えてほしいですね。そうですね。はい、そうですね。今日のゲストは仙台屋さんです。車で8時間かけて西まで来ました。そうなんですよ。ちょっとやってみます。待機に戻すと、減圧されてる分、待機に戻すと引き込もうとするんじゃん。そうかな。吸着するんじゃないですかね、やっぱね。いや、何かを。そうかな。ちょっとまた考えます。また悩まにいかに。悩ましいですね。じゃあ行きますよ。あ、じゃあピクチャーインピクチャーで行きます。はい、ここの印ですね。この印が一応、先ほどの膨らんだ場所です。ここまで行ってほしいです。まあ、とりあえず3分を打って、うん、本当に5分でいいんですか。5分にしますか。急にこれはあれなんですか、シールの下のところが元々のラインなんですか。それと真ん中ぐらいが、真ん中ぐらいですけど、はい、だけど大体同じですよね。結局どれも同じだから多分同じだと思います。さっきのこの二酸化炭素の吸いがまだ甘かったとか、ガッツが足りなかったとか。いや根性出しました。根性出しました。根性出しました。じゃあですね。うん、だ、問題は次にお湯を差した時に浮くかどうかです。浮くかどうかですね。うん、抜けるというのが、そう、うん、何か変わりなさそう、素敵な予感を予言をしてくださってる。あの窓かさんが予言をされてますね。ああ怖いな。あの着地点今のうちから用意しといた方がいいよくないですかね。キョロキョロして、あ、スモールテイストの豆まだ残ってるんだから、これを無理やり着地点に浅煎りにしても美味しい豆、郡山で発売中。どうですか、この豆をこう、うん、
30g 5番で引いて、これでやったら、うん、膨らみ方だけど、うん、だまあ日数たっ時間経ってますからね、うん、朝ガテマラと同じぐらいですか。朝ガテマラはですね、17日なんで月曜日台ですね。フェアじゃないですねだねすごくクレームきますねそうだよね、土俵が違うと確かに、うん、実験器具の下に測りをって、あ、測りをね、まあそうだね、今度からあのな何 cc の、お湯をかけたかっちゅうのも、あ、まあそうですね、確かに、うん、大事だと思います。そうです、ね、ただ言えることはですね、このコーヒーの場合に、重さだけではな、お湯をかけて均等にお湯がかかったかどうかのが重要なんですね。結局は何 cc お湯をかけたかじゃなくて、コーヒーの粉に対して均等にお湯がかかっているかどうかが重要なんで、はかりをまあ置いてもいいんですけど、演出上はいいんですけど、あんまり価値はないと思います。だから例えば松屋敷を抽出するときに、抽出の蒸らしを何 cc 使うかっていうのを、やってみると大体結果的には同じ数字になってくるもんなんですよ。でもう一回やっちゃったりとかして5分と言ったけど、ちょっと安全のために6分にしたあのできれば無難な結果で終わりたいなという気が、引っ張ってですね、そろそろ10時です。はい、分かってますこれが終わると まとめに入らないと、はい、まとめに入りますよ。味覚的な部分はやっぱりそのちょっと評価したい基準でありますよね。あの松屋式でやった方がいいですよ、ね、あ、松屋式で、うんうん、要は浮いちゃダメなんかっていうところもそうなんですけど、本来浮いちゃダメなんかよりも、うん、松屋式っていうのはガスが抜けてるから、そうですね、お湯が通過しやすいっていう、考え方なんですよ。浮くっていうことはまだガスが抜けてないっていうことなんで、うん、そこが問題になるんですね。だからそれよりもやっぱり、最後1回だけ松屋式で、この真空引きしたのと、そうでないものが差が出るかどうかだけやりましょう。これやったことですけど、味も違ったような気しますけどね。あ、いや、それありがたい。いや、そこはちょっとぜひ、これ真空引きした松屋引き飲んでみたいですけど。はい、そうですよね。出過ぎたら嫌だなっていうのありますよね、うん、何かがとりあえず 50g、9番で引いてください。1つ、はい、100、 2つ立てるの、 あ、100、じゃあ100、はい、うん、ですね、いろいろもう調整に入ってますね。安全策いろんなことをこれ調整し始めてますね安全策、はい、だから問題はだからこう、でも蒸らす時間を早くしたいっていうテーマもあるんですか、絶対的に松屋式の、うん、まあ、松屋式だって蒸らす時間短くできりゃ、うん、これ幸いですからね、うんうん、これセットなんですか？これ専用の、はい、これ専用のソースですね。ついでにこう一緒にセットだったんで、はい、あ、どうぞ、邪魔になります。どうぞどうぞ。あ、そうですか。はい、50g、50いきますね。はい、でその間に多分こっちがスタートできると。あ、なるほど、はい、じゃあ頑張って抜いてればいいですか。あ、じゃあ、はい、仙台さんが抜いている抜きがかり抜きがかり、はい、じゃあこっち 50g、 はい、じゃあこれ瓶破裂する寸前までちょっとやってみたいと思います。はい、よいしょ。破裂させてもね、もう一個予備がある。あ、そうですか、大丈夫ですあの下にここに置いてやった方が、そうですね、ホースと後ろ向くと絵的に面白くないので、ここら辺でやりましょうか。う、ね、ここで黙々と、黙々と、あ、映ってないのでここら辺使いましょう。なんかうろうろと結構でも手応えあるですね、もうね。結構あるでしょ、うん、
じゃあ、次行きます。あらららら。問題浮くかどうかですよね。あ、浮かないね。うん、うん。1回目に近いというか。そうですよね。色も濃いですよ。うん。そうか。単に時間だけ。よかった。大した理由じゃなくてよかった。こっちの方はですね、大した理由じゃないんで、まあ、ほったらかしになりましょう。今から、今日、メイン。何がメインかよくわからんですが、今回は、味見までしますからね。うん。あ、これね。本当が合わないですか。A 型ですか。大型ですか、はい、すごい貴重面な。ちっちゃいインプットのままでいいですか。いいですよ、これでいきます。ちょっと2回だけコーヒー入れて味が違うかだけをやりましょう。ポットは固定で、サーバーの方を回転させる。なるほど。あ、そういうやり方やってたんですね。ここ持って入れてましたね。ぐるぐると。パッとこう。これが普通の松屋式になりますね。うーん。ノーマルバージョンですね。ノーマルバージョンですね。じゃあノーマルバージョン。この斜めが分かりにくいんですよね。まあ分かりにくいけど、まあしょうがないということで。キャサリンさんはフレーバーさんに就職されたんですかという。就職されたんですか。就職はしてないです。夢中なんですか。そこはなんか税務署とかに聞かれたくない話かもしれませんけど、夢中なんですか。これは研修中。あ、いや、ちょっと外線の勉強を。ちょうど外線の研究をやってて、はあ、はい、一緒に販売しようという、ちょっと高級な豆を販売しようかなってこそっと考えたんですね。で、実は言うとスペシャリティとかなんかを焙煎するための、出てこないのでどうぞご所望です。もっと真ん中に来てください。で、そのスペシャリティを焙煎する焙煎の仕方っていうのを今研究してて、はい、スタンダードとスペシャリティってちょっと違う部分があって、その部分を、ちょっと解明できそうな気がしてて、でそれを、やっちまおうと。ちなみに中川さんの中で全然この今日の番組と趣旨変わるんですけど、はい、ニュークロップとカレントクロップと、はい、まあ、あと1年経ったパストクロップ、はいはいはい、それぞれで焙煎の方法って違うもんですか。あのね、基本的にはね、大して違いないんですよ。大して違うね、うん、例えばニュークロップが基本、あ、まあまあまあ、そうですね。そうですよね、暮らしの3分で。そうですよね、ナイス。呼び戻しありがとうございます。あ、めなくどっか行っちゃった。はい、行きます。スペシャリティから暮らしに行かなきゃいけないですよね。カメラが危なかったかもしれない。まどかさんが羨ましいというのが、多分そのキャサリンさんが中川さんのところで焙煎を
その勉強されてるというのは悩ましいですよね。で、3分でこれをやりながら一応こうやりながら、うん、やりながら、はい、はい、3分で実は言うとそのスペシャリティの焙煎方法ですね。あ、いいですよ、いいですよ。洗おうかなって。いや、洗わなくて。はい、あ、どうぞ、続けてください。焙煎方法ですね。実を言うと、ちょっと今、キャサリンさんと、研究してまして。これが結構、形がだいたいできてきたんで、うん。これはもうちょっとスペシャリティをフレーバーではなく、うん、別ブランドで売ろうかなという、はい、ことを考えとるわけです。せっかくですか。あ、はい、あ、すみません。危ない。なんかあ、ぶつけた。どうぞ。私の中心そこに行ってますんで。はい、3分間のあと2分の宣伝って感じですかね。だから実際にですね、だからスペシャリティ中コーヒー中のは、結構焙煎が難しい部分とすごく簡単な部分と2つあるんですよ。だからすごく簡単な、スペシャリティで焙煎しやすい豆もあれば、そうじゃなくてちょっと豆が逆に硬い豆でスペシャリティのやつもあるんですね。とそういうのだとシワが伸びなかったりとかいろいろあるんですね。だからそのシワが伸びない、豆をですね、シワを伸ばして、スペシャリティをきれいに、焙煎することをですね、ちょっと今研究してましてですね、久しぶりに僕コーヒーの焙煎をですね一からやり直しましたもん。はい、久しぶりに焙煎が面白いなと思いましたね。やっぱ焙煎時間そのものから見直したりとか、うん、もう焙煎時間どころじゃないですよ。どころじゃない、もう最初から火の入れるタイミングですよ。タイミングとか温度とか、だから通常今までとかも違うととか、そうだから釜本体温度って言って、うちで測定してる部分があるんですけど、今まで釜本体温度って安全な決まった温度以上だったら OK ぐらいの大雑把な部分だったんですよ。それを今回から正確に何度中の、わざわざ、測ってですね、その温度にしてから出ないと火を入れないとかいうとこまで、やっております。だから、水洗とナチュラルと焙煎の方式が変わるとか、いろいろなとこを全部、今回詰めております。はい、久しぶりに僕コーヒーをなんか、研究してる感があるの、焙煎屋だったんだなと。そう、僕もね、この熱い魂がずっとユースト屋だと思ってて、ローカル、地方のローカルテレビ局じゃなかったんだなと。うん、いや、素晴らしいですね。それで久しぶりに僕焙煎屋らしいことをやってて、びっくりしちゃった。あの窯でやってるんですか。あ、そうです、はい、今やってます、うん、先生これ以上言わないでいいんですよ、そんなもん言っちゃって。細かくなんつうんですかね、こうやれる人はやりゃいいんで、うちはその時にはまた新しいことを考えるんで。まだそうですね、これからですか。そうですね、最近でもいろんなところでプレミアムコーヒーっていう言葉を見ますよね。うん、そうですね、うん、だから結構やっぱ消費者の人たちがやっぱいい豆とか、価値のある豆とか、うん、注目してるというか欲しがっているんだろうなという、需要はあるんだろうなというふうに思いますね。まあ売る方が努力してるんだろうなと思いますけどね。売らんがためのプレミアムだスペシャリティだって考え方もありますけど、消費者の方々もやっぱりあれじゃないですか、やっぱこう情報が入ってきてるんで、だったらその言葉がついて頭についてれば買ってみたいわ飲んでみたいわと、うん、だから飽きられる前に
本当にいいものを作らにいかん、うん、そうですね、そうそう、その言葉が陳腐化しちゃう時が来ると思うね、うん、バリスペシャリティは初っ端、まあ、強火でほぐした方が、硬いスペシャリティやりやすい感じはしました。5分くらいで火を少し弱めるみたいな、うん、おお、また考えてみます、うん、ちょっと待ってね、スペシャリティすべてで、スモルテさん、どっちかというとスタンダードを使ってたんじゃなかったっけ最近でもなんか、あの、いい豆使ってみようかな的な、弱気と言ったらいいのか、なんかこう、強気と言ったらいいのか、いろんな意味で、あの、結構笑いますね。いやいやいや、やっぱ幅広くいろんなものをやるのは楽しいと思いますね。はい、そうですね。これが、今、真空引きしてない、方の松屋敷これね、うん、一応これがいつもの松屋敷一緒に飲みます、すぐ新しい比べた方がいいですよ、ね、じゃあそうしましょう、はい、で演出上ここでもう一回こうやっとくと、なるほど、なんか演出上っぽいじゃないですか。ぽいですね。ぽいですね。やっぱりしっかり抜いてるんだなと。あ、そうそうそう。この誠意が見えますよね。やっぱ時代のスペシャルです。おい、裏切り者。ああ。うわ。なんかやられた感がありますね。あれみたいな。いつの間にかアウェイで戦ってるの俺だけみたいな。あ、じゃあちょっとアップでいく、アップじゃない、メインで、メインで、はい、すいません失礼しました、はい、大したことではございませんが、もう一回これいきます、おお、かっこいい、ただそんだけなんですけど、トルネードって感じじゃないですか、はい、あ、ぜひ、ああ、いい、じゃあ先生、まず先端いきましょうか、そうですね。これが終わったら、キムさん、これが終わったら、エンディングいきますからね。あ、そんな時間なんですか。もう、もう15分過ぎてます。はい。竹荘大丈夫ですかね。竹荘は大丈夫です。寝ちゃってないですかね。まだチェックインしてないんですけど。え、チェックインしてないの？やばいやばいやばい。危ないよ。じゃあ、エンディングが終わったら、ピクチャーインピクチャーいきます。はい、エンディング終わったら炊けそうですね。そっかそっか、録画時間もあるんですね。切んなきゃいけない。10時ぐらいでやっぱり一回閉めないと。YouTube の関係で、だいたい録画をどのぐらいの位置が一番美しいですかね。この辺で行こうか、はい、あ、パンさんに拒否されたタケソそうなんですよ、実は言うと、はいはい、キムさんたちは、あのタケソに最初泊まろうと思ったけど煙タバコ臭くて、あ、一応禁煙頼んだんですけどね、ちゃんとそれが通じてるからですね、そら無理でしょ、うん、禁煙ってないでしょうね多分ね、ないない、灰皿隠すぐらいですよね全然その日になってそんなもんです、あれじゃないですか、禁煙ルームというこうシールかなんかがあって、で禁煙って言われたらそれをこう貼るとかさ、なるほど、うん、ここら辺何も変わらんすね、膨らみ方、膨らみましたね、モコモコっときて同じように膨らんでますよね、ペコッとならんので、うんうん、どうもここまではあまり変わんないですよね、うん、うん、いまいち変わってないです、ね、スーパーに3ヶ月ぐらい真空で置かれたそのああいう状態のものを持ってガスが抜けてるというふうに、は
でもそれだったら自家焙煎屋で やれないですからね、そもそもね。その条件は基本作れないんで。この前松原くんがね、はい、あの子はもともと大手におったんで、はい、でエイジングの話ですね。そう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 、あ、大手におったんですよ。あの石光ってって大手に出しちゃいました。あ、出しちゃいましたかね。どっかおったんですけど、バレてましたけどね、その当日からすでに。やっぱりコーヒーは真空するためにはやっぱり2日3日はエイジングで豆引いてサイロに入れて、置いておかないと真空ができないっていうふうに言ってましたね。うん、車で寝た方がいいと思います。実は僕の車寝れるんです。本当に、カーゴタイプっていうんですか、真っ平らになる、家出した時に自分のこう住む場所を確保しようってことで、あの車買ったんで。まあ、どうでもいい話ですよ。そういう話題するんだったらこっちに出てきてくれる。見栄えする方がいいと思う。そうですね。で、真空した方がいいのか悪いのかという結論は出てるんですか、本当は。実験とか検証とかの前に。はい、出てない。いやいや、はい、中川さん的にやっぱ真空はあかんとか、真空しても変わらんとか。ね、長く持たせるんだったら真空の方がいいでしょうね、多分。で、どちらかというとこういう真空よりも酸素が抜けて、あとこれでガスが出てきたら、そのまんまにしといた方がいいと思う。つまりこの状態で真空引きするじゃないですか、一回。そのまま真空引きすれば当然酸素抜けるじゃないですか。酸素抜けた状態で当然このまま時間を置くとガスで膨らんでくると思うんですよ。そうですね。うん、それガスで膨らんできたらそのまんまでいいと思います。ああ、なるほど。うん、つまりそれ以上に抜きすぎない方がいいと思うんですね。で、うちなんかも鮮度保持剤っていうのを使うんですけど、鮮度保持剤の実を言うと通常の鮮度保持剤よりも小さいのを入れるんですよ。それは何でかっていうと、まず第一に鮮度保持剤って言って、まあこういうのなんですけど、まあエバーフレッシュって言って、まあこういう鮮度保持剤なんですけど、この鮮度保持剤っていうのはこのタイプによって何 cc ガス、まあ、いきましょう、ガス抜く量が違うんですね。で、ガス抜く量がち、まあいいや、こっちさやってから、へこみますか。いや、へこんでないですよね。へこんでないですよ。別段何も変わらん感じ。え、値段一人当たり8000円。え、何ですか、何ですか。え、そんなにするんですか。しないでしょ。5000円とかそんなもんだったと思う。2人で、あれじゃない、そこのおかみさんの話、西尾にはここしかないですよ。ああ、なんか本当に車で止まろうかな。でも雨ざわざわですよ。キャンセル料取られちゃいそうです。キャンセル料、すげえ竹層の話題でこんなに盛り上がるところ。この近さいいっすよね。確かに近い、ね、駅の方まで行くのやっぱちょっと考えると、まあ駅の方自体にもないんですけど。あ、そうですか。本当は駅のとこにビジネスホテルができる予定だったんですけど、そこが芝生広場になってますけど、反対運動が大きい。ビジネスホテルはポシャったんですね。じゃあ全体にしますか。はい、全体に行きましょう。じゃあとりあえずぜひ、あ、はいはいはい、じゃあちょっとこちらが真空引き。そうですね、真空引きと普通のと。じゃあモーム3つ
そうですね。あ、まあとりあえず、今日のゲストなんだから、ゲストがそう動かなくていいですよ。これが普通です。これ普通ですね。でもう一個いきます。はい、いきます。何ですか？あ、これですか？これ真空です。真空で、はい。真空いきます。それですか？はい、温度の違いはあるんですけど。温度だけじゃないですか。あの尖ってたら嫌だなっていう、なんか雑味チックな感じないですか。冷めて飲んでみないと分かんないかな。どうだろうこれ。3500円くらいが相場だと思いましたが、一泊ですか。そうですね、あそこならそうですよね。一人8000円じゃないですよね多分。8000円は、あそこ8000円は多分ありえない。お客さんが需要と供給が多分結びつかないですよね。マッチングしないです、時間経ったからですかね。あの、なんかここで止まる感じ、刺さる感じ、こっち若干渋みともまたちょっと違うんですけど、なんかこっちの方が輪郭がはっきりしてる感じするよね。くっきり感はあります、3500円で、あのまだその話したいですか。じゃあだって今皆さんも親身になっていただいてありがとうございます。まあ、とりあえずでも、まあ、味が差があるとしたら真空引きの方がなんか輪郭がきつい感じはしますけどね。同じ豆かって言われると どうなんですか。同じ豆ちょっと違うって言いそうな感じも、全く先入観なしで、こっちの方が飲みやすいですねって多分最初の普通の方が飲みやすいですね、私こっちが好きですわとか言われそうな気がするよね。言われそうな気しますね、気がするとかなんか弱気なコメントですいません。え、どっちがですか。これは先入観なしで、飲みやすさは最初の方の普通の松屋敷の方だと、それは豆由来じゃなくて、なんだろう、入れ方由来じゃなく、湯の入り方で差が出るのかなとか、また弱気な。だ、蒸らしている時のガスの出方はあんまり変わらなかったんですよ。でお湯の入り方もそんなん苦にならんかったんですよ。くっきりしてていいですけどね。ただこっちのが味が強く感じますよね。もうちょっと僕研究してみるわ、この真空これじゃないやつ。あ、真空ポンプは持ってるんですけど、あ、僕持ってますよ、真空ポンプは。ありますよね。そうなんですよ、真空の方がちょっと無理やりな感じはありますね。ただ味がこうよく言えばしっかりしてますよね。悪く言えば角が立ってるような気もするし、いろんな味がするというか、ちょっともうちょっとこれしっかりと検証しましょうかね。とりあえずですね、今日111回目は、仙台からですね、仙台屋さんをゲストに迎えましてですね、今日は、何に出したっけ、あ、蒸らしを考えるということを一応ちょっと、やってみましたって感じで、皆さんお疲れ様でした。ちょっと答えが出にくかったですね。まあこれはスモールテイさんの豆が良かったということで、よしとしましょう。です。はい、じゃあお疲れ様でした。おやすみなさい。